スは、ベネズエラ原産の犬種の一つである。別名は、ベネズエランシープドッグなど。16世紀の終わり頃、ベネズエラに牧牛、および、コンキスタドールとして持ち込まれた、スパニッシュマスティフが元になっている。これをさらに力強く有能で大きな犬種にするため、アルジェリア原産のマスティフ犬種や、アイディ、グレート、ピルニーズなどを掛け合わせて作出された。 主に家畜を泥棒などから守る森畜犬などとして使われていた。家畜を盗んだり命を脅かそうとする者に対しては容赦なく攻撃を行い命をかけて戦い徹底的に排除した。この他牛を誘導する牧牛犬としても使われた。本種の中で最も著名な犬はシモンボリバルの愛犬であるネバド・ゴーである。 ネバドは、生涯ボリバールに忠誠を誓い、彼の寵愛を受けていた。数々の戦争にも主人に同行し、南米のオスの愛犬として有名になった。なお、ネバドとボリバールが一緒に描かれた、肖像画が現存している。第二次世界大戦後ムクチェスの頭数は激減し、それにより希少師と銘打って、利潤目的の乱繁殖が横行し、イノシツは大きく低下してしまった。 このため、犬質を取り戻して、犬種を健全に保護するための犬種クラブが1961年に結成された。犬種クラブの活動は実り、数年後に、本種は以前の犬質を回復、1964年にはベネズエラを代表する犬として、国犬に指定された。このまま、無口図はすぐに頭数を回復していくものと見られたが、近年に、 犬種クラブが何らかの理由で解散され、頭数が減少し、絶滅の危機に陥った。一時は存亡そのものが、灯火のように危うい状態にまで陥ったが、現在は愛好家が集って、犬種クラブが再結成され、繁殖も本格的に再開され何とか危機を脱することができた。しかし、まだその頭数は、世界的には非常に少なく、希少種として認定している。 ケネルクラブも多い。あまり南米以外では知られていない犬種で、基本的に大半はベネズエラで飼育されている。作質にグレート、ピレニーズが使われているため、ヨーロッパなどに見られる白い巨犬という森地区剣のグループの犬に似た容姿を持つ。がっしりして筋肉質の体型で、マズルや足なども太めである。顔つきは比較的優しい。喉下には、 デューラップというたるみがあることもある。耳は垂れ耳、オはふさふさしたタレをで、コートは密度が高くふかふかした柔らかなロングコート。首回りのコートは特に厚めである。コートは防寒だけでなく、家畜泥棒の攻撃を軽減するという役割も果たしている。毛色はホワイトの単色、あるいはホワイトやミルクオチとして、ブラックや、 グレーなどの夕食のブチが入ったもの。体高56から71センチメートル、体重30から50キログラムの大型犬で、性格は一人の主人に忠実を尽くし、献身的で従順、私的でマナナ酒深いが、警戒心が強く見知らぬ相手に対しては、防衛本能が発動する。主人家族に対しても、マナナ酒深いが、基本的に主人の言うことにのみ従う。 状況判断力は高い。大柄だが活発で、運動量は多い。力を制御するため、飼育の際にはしっかりとした訓練が必要である。かかりやすい病気は、大型犬にありがちな股関節形成不全や、湿気で地肌が群れて起こる、皮膚疾患などがある。ありがとうございます。